さあ、いよいよ最後の歌唱になりました。本来ならばここで2月のカラオケ大会で文化連盟賞を受賞された方に歌っていただくんですが、今年の大会が中止になりましたので、今回はスペシャルゲストとして小畑博久先生をお迎えしております。先生は全国指導者協会の準局で重要な任務を携わっておられ、また文化連盟の理事としてカラオケの指導者としても幅広くご活躍されております。ここだけの話なんですけど、先生からも、ね、3回目いただきました。先生ありがとうございました。さあ、それでは早速歌っていただきましょう。小畑博久先生で男守り舟、どうぞ。